クリエイターってユーズ。ーこの部屋はネット大好き3人が、ネットで稼ぐクリエイターやインフルエンサーの話題を、やいやい語る部屋で、あるおはようございます。かぐわです。今日も、ネット界隈で起こっている最新トレンドを見ていきましょう。皆さん、炎上、怖いですよね。でも。 これ気をつけてれば、まあ一般の人はね、早々炎上することはないと思うんですけども、それでもね、え、こんなことが、なんていうことが、たまに不定期でね、ニュースになったりしますよね。今日はそんな炎上に関する話題をご紹介します。それでは行ってみましょう。ではまずこちらの記事です。2023年10月4日、トースポウェブの記事です。 横山大輔が不適切動画で謝罪。アカウント削除に憎むべきは別の部分の声です。はい。横山大輔さん、皆さんご存知でしょうか ?E テレのお母さんと一緒で長らく歌のお兄さんとして人気を博していた芸能人の人ですね。えー、横山大輔さん、えー、ウィキペディアから引用します。1983年生まれの第11代歌のお兄さんです。国立音楽大学音楽学部に入学し、 大学卒業後は劇団四季に入団、そしてオーディションを受け、お母さんと一緒、第11代歌のお兄さんに決まったということです。歌のお兄さんというと、この横山大輔さんを思い浮かべる人も多いと思うんですよね。で、まあ私も実際そうなんですが、ウィキペディアを見ますと、なんと、在任期間9年間なんですね。で、これ、歴代歌のお兄さんの中で最長ということなんですよね。なるほどという感じですよね。でも本当に歌も、 ダンスも、こう、爽やかさ、ルックスも、すべてこう、まさに歌のお兄さんって感じでしたよね。うん。なので、引退後も、様々な活動をして、人気を博している、まあ、芸能人の方です。で、そんな大介お兄さんがですね、炎上してしまったということで、何が起きたかというと、実は彼が TikTok に投稿したある動画がきっかけなんですね。 で、その動画というのは、まあ、ダンス動画ではあるんですけども、その、そこで使用した楽曲が、小児性愛を揶揄する内容であることが分かったということなんですね。まあ、いわゆる、ロリを扱った歌詞だったということで、まあ、お兄さんのイメージも相まって、炎上したということなんですね。で、このニュースでは、不適切動画として削除し、謝罪をし、さらに、 お兄さんが TikTok のアカウントを削除したと、そしてそれに対して様々なコメントが出てきたというところまでを報じています。ですから他の記事ですと削除をしたですとか謝罪をしたといったことを取り上げた記事もありますし、取り上げ方はメディアによって様々です。現在、その動画は見ることができません。魚卓といってネット上のあらゆるものをアーカイブ、まあ、保存するプロジェクトがあって、その 魚体で大好きお兄さんが公式 X でつぶやいた投稿の残骸が見られるという程度に留まっています。YouTube や TikTok などでかつての動画が拡散されるということも私が調べた限りでは現状ありません。ということで、まあ、よりクリーンなイメージのタレントさんが、まあ、知らないこととはいえ、イメージと相反することをやってしまったということで、まあ炎上したということですね。 ハッシュタグクリエコさて、今回のニュースなんですが、まあ学びがいろいろあるかと思うんですね。まずそもそもお兄さんがなんでこの曲の踊ってみた動画を作ってしまったのか、なんですけども、まあこの曲、TikTok に限らず YouTube ショートなどでも、まあ本当にヒットしてるんですよ。おすすめにこの曲が出ないことは多分ないと思います。まあそれぐらいですね、ダンスと楽曲が、まあ キャッチーな内容であると。ただですね、この楽曲の内容、よくよく聞くとですね、9歳のシグレウイさんが小児性愛者に対して罵倒を浴びせるという内容らしく、よく聞くとそういうことだと。ただ私はですね、これ、そこまでとは知らなかったんですが、ただまあ、元となる動画を見ると、まあちょっとアニメの女子の子供がまあダンスを踊ってると。 いうような動画というのはまあわかるので、まあまあ、それをあえて何か真似しようとか楽曲を使うというのは思ってなかったんですけども、まあダンスとしてはやっぱり流行ってしまっていたので、まあそれにお兄さんが乗っかってしまったということなんですよね。ただ逆に乗っかっている芸能人さんも当然たくさんいますので、まあまあ、そこは、まあなかなか気づかないかなというのはあります。さて、そんな批判を受けて、 お兄さんが取った対応を見ていきましょう。お兄さんが動画を投稿したのは9月29日です。そして、まあ当然ですね、9月30日とか10月1日などはですね、特に炎上することなく、ネットでは何も波風は立っていませんでした。ただですね、10月2日、株式会社アーテックという会社があるツイートをします。それがこちら。お詫び。 9月29日の弊社 X アカウントに不適切な投稿がございました。投稿をご覧になった皆様に大変ご不快な思いをおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げますと。はい。こちら何かと言いますと、その動画の中に子供の持つあのブザーあるじゃないですか。あれが出てきたと。で、実はこの会社はそのブザーを作っている会社なんですね。で、そのことに対して、 まあ動画で取り上げてもらいましたということを社員さんがまあネタ的に取り上げて動画にしていたということなんですね。ですからまあ教育玩具を作るメーカーがまあそういった動画を取り上げられていたとはいえネタにしてしまったというところで炎上をしたんですね。そしてまあ対応として2日に3十1日3日後ですね。3日後に謝罪の対応をしたということです。 で、これがですね、379万インプレッションということで、まあ、ものすごく話題になったわけですね。ですから、これを見たときに、旗と思った方も出てきたんじゃないかと私は推察します。そういえば、歌のお兄さんもこれ扱ってたよねと。まあ、これが影響してかわからないですけども、まあ、その1日後、10月3日に、まあ、おそらく気づいたんでしょう。 10月4日の午前1時にお兄さんがブログを更新します。それがこちら。10月4日1時1分、横山大輔オフィシャルブログです。皆様というタイトルで、今回曲の歌詞及び背景を把握せず、流行りという理由だけでダンスを真似て投稿してしまいました。応援してくださっている方を深く傷つけてしまったこと、また多くの方を不快な気持ちにさせてしまったこと、大変申し訳ありませんでしたと。 いうことですね。ですので、もうこの時点ではおそらく動画は削除されて、ですから10月3日のうちに動画は削除されたと。さらにはですね、10月4日の同じ日の午後2時、ブログをさらに更新します。皆様からのご意見を真摯に受け止め、TikTok はアカウント削除させていただきますということですね。で、この ブログの投稿、どちらもですね、コメントとしては非常に同情的なコメントが多数寄せられている、まあ、投稿になっています。まあ、このことを受けて、先ほどの冒頭の記事が夜の6時に公開されたという形です。ですので、この憎むべきは別の部分という声も、まあ、こういったことを受けて投稿したファンのコメントを引用したものということになります。 このニュースを見てでのコメントに関しては、やはり同情的なものが非常に多く、まあ不適切とは思うものの、沈下したと言ってもいいんではないかと思います。ですので実際、大輔お兄さんのその問題となった動画は、ネット上にデジタルタトゥーとして残っているようには今のところ見えません。TikTok で検索しても出てきませんし、YouTube で検索しても出てくるものは、 あえて、それとおぼしき、静止画の組み合わせで作った偽りの動画のみです。ですので、あの、大抵の場合こういう動画って残ってネット上でさらに流出、拡散するんですけども、今回は綺麗になんかなくなってるんですよね。ですから本当にギリギリ間に合ったということなんでしょうかね。そういう意味では対応のスピードや、そして TikTok のアカウントを削除する。 というところまでやった大輔お兄さんの炎上対応としては、ほんと100点じゃないかなという感じです。特にクリーンなイメージを持たれているタレントさんって、本当どこに落とし穴があるかわからないので、この対応は本当にあの参考にできるんじゃないかなと私は思いました。ハッシュタグクリエコ さあ、そんな大きお兄さん、なぜここまでこんな対応ができたんでしょうか。まず、そもそも、まあ、ブログをね、えー、普段マメに書いていて、ファンの方とコミュニケーションができていた、まあ、ブログを書くことに慣れていたということでは、情報発信にそもそも長けていたというところはあると思うんですよね。まあ、だからこそ、流行りに乗っかってしまって、そういった動画を投稿してしまったと。 ま、やっぱり動画自体、あの、踊ってみた動画自体は、やっぱりですね、イメージとしては、ちょっとやっぱり最悪なんですよね。<laughs> 子供向けのお兄さんイメージなのに、そういったテーマの動画をネタにしてしまったっていうのは、やっぱりちょっと、ちょっと、組み合わせとしてはちょっと最悪なんですよね。あの、悪い組み合わせいっぱいあると思うんですけど、やっぱり組み合わせとしては悪い。 ですよね。実際、海外のメディアでは、そっちの方をフューチャーしたタイトル付けになってるものもあるので、特に今、ジャニーズなどの問題が取り沙汰されてる中で、まあ、うん、ちょっとタイミングも悪かったなという気はします。ですから、この初動があと1日でも遅れてたら、ちょっともうちょっと炎上は長く続いたような気はします。で、そんなお兄さんがなぜ、まあ、ここまで対応できたのか。 ということなんですけど、実はお兄さん、炎上は今回初めてではありません。ただまあ前回の炎上もですね、まあ、若干もらい事故的なところは思うんですが、何が起きたかなんですけども、かつて、歌のお兄さんの頃に、ある曲が作られて、そしてまあ、それに対して、まあ歌のお兄さんなんで歌を歌ったと。でただその歌がですね、私、あたしお母さんだからという曲で、 歌詞がですね、結構こう、お母さんにここまで強いるのみたいな感じの歌詞なんですよね。まあ、ちょっと今時じゃないなという歌なんですよね。で、まあこれもですね、まあ、率先してお姉さんが作ったわけではないんでしょうけども、やっぱりイメージの組み合わせとしては最悪なので、当時炎上したということなんですよね。ですから逆に言うと、まあ、この経験があったからこそ、まあ、ここまで動けたんじゃないかなという、 気はします。そして、やっぱり今回、TikTok のアカウント削除までしたところも、ここから学ばれたんじゃないかな、とは思います。逆に言うと今回、TikTok のアカウント削除までやらないと、多分沈下はしなかった気はします。やっぱり組み合わせとしては最悪なので、誤っただけですと、やっぱりまだお兄さんの面白おかしい動画が、まあ見れちゃうわけですよね。ものすごくフォロワーのあるアカウントを、まあ削除すると。 いう、まあ、ある意味、みそぎをね、えー、削ったということまでして、ようやく同情の声が集まるということなんですよね。逆に言うと、同情の声でネガティブを打ち消さないといけないんですよね。ネガティブってネット上にずっと残るので、それを上回るポジティブを出すぐらいの対応、行動で示すということまですると、やっぱりですね、 進化は早くなるんですよね。本当にその人によっては誤っただけとか、対応がぬるいとかですね、突っ込みどころはいっぱい出てきちゃうんですよね。で、しかもお兄さんは炎上は2回目なので、やっぱりここまでやったのは私はあっぱれだなという気がしています。そしてお兄さんにとって TikTok アカウントってのは別に削除しても問題ないんですよ。なぜかというと知名度があるので、また ほとぼで喋めた頃にアカウントを立ち上げれば、すぐにフォロワーは集まるんですね。ですから、それはね、あの、そこまでやって、本当正解だったな、というふうに思います。じゃあ、なんでもともと、お兄さんが、大きお兄さんが、まあ、そういうことを、そもそもしでかしてしまったのか、ということなんですが、大きお兄さん、事務所、検温なんですね。検温って、えー、所属しているタレントさんって、結構 SN、SNS 自由なんですよ。 どんな方が所属しているかというと、早見もこみちさん、反町隆史さん、それから福士蒼太さん、山崎育三郎さんと。例えば山崎育三郎さんについてはですね、もう公式 X、インスタ、TikTok3 つもやっていますよね。それから福士蒼太さんもですね、インスタ、Twitter とやっていまして、結構タレント事務所の中ではかなり自由。まあ逆に言えばタレントさんを尊重した 運営なんですよね。もう、早見もこみちさんとかもね、YouTube で本当大活躍されてるじゃないですか。ですから多分これを100%管理してるわけじゃないなというのは想像に固くないんですよね。そういう意味では、今後ももしかすると3回目の、あのー、やらかしちゃった案件は出てくるかもしれないんですよね。逆に、これまでのテレビ出演で、いかに NHK や周りが気を使っていたかが伺えますで。それをもう今は、 すべて一人でやってるのだものね。ほんときついわよね。頑張れよ、お兄さん。もっとホリプロとか、もっと厳しいところですと、多分そのあたりはすべて管理されていて、やるにしてもスタッフが登校するとか、だとは思うんですよね。ですからそういう意味では、まあ、大好きお兄さんも今後も何かしらスタッフを入れない限りは、仕組みとして変えない限りは、またもう一回してしまうんじゃないかなという可能性はあります。 ただ、3回目をするとさすがにちょっと世間としても擁護しづらくなるので、そこはまあ、今回本当そのスタッフの方に任せるぐらいの仕組み変更までされることをまあ、期待はしたいですね。あのー、やっぱり芸能人さん、特にさらにはクリーンなイメージで売ってる方ほど、やっぱりこういうところ、特にネットのサブカルチャーとかミームとかに 踏み入れるときには、本当に慎重になった方がいいんですよね。有名人さんの、例えば、もらい事故としては、私が記憶に新しいのは、ヒカキンさんですね。ヒカキンさんが、猫を飼いました、という動画をアップしたんですよ。そうしたら、ヒカキンさんほどの影響力ある人なら、保護猫にするべき、みたいなことで結構ね、プチ炎上したんですよ。で、さすがにそれは <laughs>、どうかなっていうところで、まあ、自然と収束はしていったんですけど、 ただ、やっぱり保護猫を迎え入れるにはむちゃくちゃ厳しい審査があるんだよっていうような擁護する投稿も出てきたりして、やっぱり徐々にいい投稿で徐々に悪い投稿を押し流すっていうのがやっぱり出てくるもんなんですよね。ただやっぱり何かにつけて、 どんなことでも、ね、なんか猫を飼うっていうだけでも突っ込みが入るのかと思われるかもしれませんけども、やっぱり有名人ほど山の頂上に近づけば近づくほど滑りやすくなるというのは、やっぱりあると思うので、防ぎきれはしないですけども、やっぱりそういうブレーンというか、指摘をしてもらえる人は、うん、まあ、いるのかもしれないですけども、自分じゃ気づかないところを指摘してくれるスタッフは、 え、身近にいるといいんじゃないかなというふうには思います。実際、あの、カノー姉妹、実はコミックマーケットに参加していて、えー、毎年、長蛇の列ができるほどの人気だそうです。ただ、芸能人さんが、まあ、話題作りに参加していると、ゆやされそうなものですけども、それがですね、さすが、カノー姉妹さん。事前にですね、やはりそういった界隈の人たちにヒアリング、インタビューをして、その界隈のマナーや、 参加の仕方などをしっかり学ばれた上で参加していると。そしてまあ、所作もですね、えー、リスペクトを持って参加しているということで、毎年本界隈からは非常にこう共感を呼ぶ、交換される立ち回りで話題になっています。いやー、だから、あの、こういう、その独自の世界観があるところに有名人の方が行くっていうことを、やっぱり理解されていますよね。なんかその、内輪の独特の雰囲気があるところに、 有名人の方が乗っかるリスク。やっぱり有名人の方は有名人の方で、まあやっぱり一般の人とは違うんだなっていうところは、ものすごく大きな壁があるんだなっていうのは思いますよね。はい。なので、大輔お兄さん、今後の大輔お兄さんの活動も楽しみにしつつ、まあ芸能人、有名人の方はいろんなところにリスクがあるなと。もしくはある程度、 業界や内輪のノリができているところに踏み入るときには最新の注意を払いましょうというところ、我々も何か学ぶところがあるかもしれません。皆さんはどう思いますかまあそれでも今回のお兄さんの対応は本当に多くの芸能人の方には参考になったかもしれませんし、まあそもそも芸能人の方は、ああやっぱり SNS って怖えなっていうふうに思った方もいるかもしれませんが、はい。今後もお兄さんの活躍楽しみにしております。 えー、クリエイターエコノミーニュースとしては、えー、SNS 活動をね、えー、してくださる、えー、タレントさんというのは本当に貴重ですので、えー、これからも楽しい投稿、素敵な投稿、楽しみにしておりますので、頑張ってください。クリエイターエコノミーニュース。はい、というわけでアフタートークです、えー。今日のお兄さんの炎上の対応なんですけども、 アカウントを削除したこと自体はお兄さんはあの熟じたる思いだったかもしれませんが、まあ、対応としては本当に完璧だった感じですよね。各メディアのタイトル見てみましょうか。えー、例えば、スポーツ日本はこんな感じ。元歌のお兄さん横山大輔不適切動画を謝罪、TikTok 削除、あまりにも軽率で浅はかだったということで、まあ、どういう内容かは書いていないので、まあ、お兄さんが そういう内容のものを扱ったというところまではタイトルでは押し量ることはできないようになっています。まあ謝罪と削除について言っていると。で、それからトースポは憎むべきは別の部分と。つまり、まあそういうね、小さな子供に対しての歌がそもそも流行る世の中がいかんのだという声を取り上げて、まあ比較的お兄さんに寄り添った、同情的なタイトルになっていることが伺えます。 そして、ハフポストという、まあ、海外のメディアはこんな感じ。あまりにも軽率かつ浅はかだった横山大輔さんが謝罪。小児性愛に言及した楽曲のダンス動画に批判と。うん。こちらは、やっぱりその小児性愛の言及というところをフォーカスした表題になってまして、まあ、やっぱり海外の方がこういったことには非常に厳しい論調になっていますよね。もちろん日本も そういう風になっていかなくちゃいけないとは思うんですけども、ただまあそういう動画が流行ってしまうと,という風潮もまあなんだかなというところはありますよね。そしてさらにはまあ TikTok プラットフォームのあり方というのもやっぱり考えてほしいなということはプラットフォームに対しては思いますよね。そしてこのことをきっかけにまたさらに思い出したことがありました。最近 TikTok で流行っている まあダンスというか、ミームのような、ちょっとしたこうフレーズがあります。それがですね、えー、ひき肉ですというフレーズです。で、このフレーズ、YouTube ショートや TikTok を見ている人ならば、おそらく多くの人が見ているぐらいもうバズってるフレーズです。そして最近ですと、私もびっくりしたのが、王様戦隊キングオージャーという、まあ子供向けの特撮者の,の 公式チャンネルがありまして、その出演者の方々が、その弾き肉ですというフレーズを踊っているという動画が出るほど、まあ人気なんですね。で、まあ、有名ティックトッカーも多くの方が乗っかってます。でただですね、このフレーズ、弾き肉ですというフレーズなんですが、実はものすごくバズっている日本の中学生 YouTuber グループで、ちょんまげ小僧という人たちがいます。 本当に中学生で動画を見ると、まあ、可愛いことっていう感じの、なんでしょうね。おお元気だなって感じの、本当に元気で可愛い中学生集団って感じの、まあまあ、グループなんですよ。で、その中の一人に、ひき肉くんっていうのがいるんですね。で、そのひき肉くんが自己紹介するときに、ひき肉ですって言って、こう両腕をくるんと回して、頭を持たげて、パッとやるような、 動きがあったんですね。で、それがですね、結構ネット上で思いっきりバズりまして、で、その後、その後、アーティストの人たちが、まあ、その人の、ひき肉くんの、その声をサンプリングして、こう、DJ 風にですね、てっててっててってててってってって音楽に乗せて、もう本当にこう、ダンスミュージックみたいなものを作っちゃったんですよね。で、それが思いっきりバズってですね、みんながみんな、それを真似するという状況になってるんですね。 tiktok 初の人気グループ、もう世界メジャーもしている人気グループの新しい学校のリーダーズという彼女たちも、まあ、真似していましたけども、これもですね、迂かずに真似をすると多分、大好きお兄さんが真似をすると多分炎上するであろう案件ですよね。やっぱりその小さな子供が不意にやったフレーズを全く誰も知らない第三者が勝手に曲にして、 そしてまあ、ある意味、憂やするというようなことですから、これはですね、うかつに真似すると多分炎上する案件なんですよね。そのダンスミュージックができたあたりから、んーっていうふうには僕も思い始めてたんですけど、結構そういうのを知らずにもう真似しちゃう人がたくさん増えてきて、そしてまあ、みんながやってるからという思いで、単に流行りだから乗っかってるということになりかねないものの一つなんですよね。 なので、結構バズりの中にはそういう迂かに乗っかるといけないネタというのが多数あるので、やっぱりそういうのを知っている人とパートナーを組むっていうことは本当に有名人の方ほど本当に大事だなと。で、それがもしできないんであればやっぱり SNS はやらない方が無難というふうにはなっていくんでしょうね。 いやあ、なかなかね、これ気づけないと思います。普段から見てないと。なので、何かそういう SNS でね。ねで、で、今回の件も、あの、お兄さんが態度をカタなに改めないと。いやー僕も知らずにやっちゃったんで、ははっは,はって言って動画を削除しただけだったら、多分もうちょっと沈下は伸びたと思います。タレントさんによっては動画を削除、 するだけで終わりの人もいると思います。謝罪までしない人も多分いると思います。うん。実際ヒカキンさんも、えー、なんか靴下自分の匂いのついた靴下をなんか食べるんだか、あの何かの料理入れるんだかってやって炎上した動画があったんですけど、<laughs> まあさすがにそれはまずいなと思う、私も思いましたけど、そしたらすぐに削除をしていましたけど、 そう、今回の件も多分人によっては削除するだけっていう人もいると思うんですけど、ただお兄さんだけに、そう、やっぱりそれだと足りなかった気はするので、本当にアカウント削除までやったのは素晴らしいなというふうに思います。やっぱりね、それなりにフォロワーもいたでしょうに、熟じたる思いだったとは思うんですけど、その判断は、うん、私はすごいなと思いました。うん。結構ね、カくなに、 態度をを硬硬直直させちゃう人いるるんんでですすすよよその硬直することがまた新た新な炎上を呼ぶんですよね結構これは企業などの炎上案件とかでもなんかね二次災害を呼ぶ案件は結構見ますとにかく炎上したら透明、迅速、誠実というこの三つが大原則なのでなんで炎上してるかがそもそもピンとこないことがやっぱりまずいことなので炎上を客観視して その3つを徹底することが素早い沈下につながりますので、クリエイターエコノミーニュースでは、今後もそういった炎上案件も大事な SNS 運用のノウハウだと思いますので、見つけましたら共有していきますんで、どうぞ皆さん、フォローよろしくお願いします。ゆるいながらも一時ースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さばられたものをお届けしています。 毎日の収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報を発信していますのでぜひフォロー登録よろしくお願いしますテレビレコーダーは1週間先ぐらいしか予約の入力ができません結構ねこれはあの少し先の情報をたまに早く知り得ると結構怖いのでうんなんか最近ではもうちょっと長く予約できるんですかね えー、いい方法があったら皆さん教えてください。今期のアニメはドクターストーンを見る予定です。というわけで皆さんもう少しで週末ですね、頑張っていきましょう。涼しくなってきましたので体調管理もお気をつけください。ポッドキャストアワードノミニーに俺はなる。また明日もこの部屋で待ってるぜ。ではでは、バイバイ。バイバイ